こんにちは、ハイズラボです。パソコンの初期化をしてさあセットアップという時にエラーが発生したことはありませんか？案の定このパソコンでもこのコンピューターのハードウェアで動作するように Windows を構成できませんでしたというエラーが発生しました。 OK ボタンを押して再起動してもエラーとなり、永遠に繰り返すだけで Windows セットアップに進めない状態に陥りました。しかし安心してください。エラーを回避して簡単に Windows セットアップへ進む方法があります。今回はエラー発生時の Windows セットアップ方法を最後までご紹介します。まずはエラー画面で Shift と F10 キーを押してください。そうするとコマンドプロンプトが起動します。CD スペース C ダブルコロン円マーク Windows スラッシュシステム32スラッシュ OOBE と入力し、エンターキーを押します。MSOOBE と入力し、エンターキーを押します。すると、Windows のセットアップツールが起動し、セットアップ画面に切り替わりました。内容を確認後、次へのボタンをクリックし、ユーザー名、コンピューター名を入力し、次へボタンをクリック。パスワード設定画面が表示されます。必要に応じてパスワードを設定してください。不要な場合はそのまま次へボタンをクリックしてください。ライセンス条項が表示されます。ライセンス条項に同意しますにチェックを入れ、次へボタンをクリック。コンピューター保護の選択画面が表示されます。通常は推薦設定を使用しますを選択してください。日付と時刻の設定が表示されます。自動的にタイムゾーンと日付、時刻を取得しますので、そのまま次へボタンをクリック。ワイヤレスネットワークの接続画面が表示されます。利用する Wi-Fi の名前を選択し、セキュリティキーを入力してください。コンピュータの使用場所を聞かれるので、ホームネットワークを選択してください。Windows 設定の最終処理を実行するので、数分から数十分待つと自動で再起動します。すると Windows が起動。これで Windows のセットアップが完了です。壊れてしまったと思い諦めてしまう方も、コマンドプロンプトを利用し Windows セットアップツールを手動で起動することで、誰でも簡単に Windows のセットアップが可能です。ちなみに今回は Windows 7でしたが、 Windows 7でも Windows 10でもやり方は全く同じです。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。